マスコミと学校の苦悩というシリーズでありますが、マスコミの苦悩と学校の苦悩は本当に同じなんですね。社会を反映したところというのは同じような苦悩を持ったものであります。第一回古い時代から新しい時代へということで全体像を少し見てみたいと思いますが、まあ、教育というのはその国の発展と非常に強く関係しております。 全近代的という言葉を使うのがいいんですがちょっと全近代というのは近代という歴史的くくりがちょっとありましてですねそれで少し抵抗がありまして古い時代から新しい時代へということにいたしました、えー、古い時代というのはですね国家が最優先なんですねですから国民は国家に奉仕するという時代であります もともと国家っていうのは日本ではすごく古いんですが、多くの世界の国ではですね、大体18世紀から19世紀にできたものであって、それまでは国というのははっきりしたものでありません。まあ、いずれにしても、18世紀、19世紀にはですね、国家が最優先の時代でありまして、まあ、当然でもありますけども、教育は国家が必要な人材を作る手段と考えられておりました。例えば、我が国は強い軍隊が必要だから、心身ともに強い男子を作る。 女子は兵隊にならないから教育はいらない。こういう考え方ですね。これを一応古い時代の考えと呼びました。我が国は強い軍隊が必要だから心身ともに強い男子を作るんだと。兵隊にしなきゃいけない。女子は兵隊に行かないので教育はいらないと。こういう国を単位とした考え方ですね。 ただですね、これが古い考えかっていうとそうでもないと思うのはですね、今から3年、2年ほど前ですね、私はとあるが会合で、大学受験はなくした方がいいと、本人の成長を考えた教育をした方がいいという話をしたら、そこにいたほぼ全員、まあ5、6名なんですけど、その人たちがですね、そんなことしたら日本がダメになる。そうでなくても今の若い人は勉強しないのにと反撃されました。これを聞いて私はですね、ああ、 現代でも国家が優先で日本が繁栄することが第一でありそのための人材を育成するのが教育だと考えるしてる人が多いんだなと思ったんですね確かにそうかもしれません国家が繁栄すれば国民が繁栄しますからそうかもしれませんだけど歴史は違うんですね大きな歴史の流れを見ますと国家のための教育からいつの時点かに個人のための教育に変わっております必ずいわゆる先進国と言われるところは変わっております つまり国家のために一人一人を鍛えるんじゃなくて一人一人が自分に合った教育を受けるとレベルが上がるのでその結果として国家が最善になるという考え方に変わるんですね一律の目標を置いて全国民がそうなるように努力するということと一人一人が最も良い状態になることが引いては国家のためになるというのとどっちが個人にとってなのか国家にとってなのかということはまあ すぐには結論が出ないわけで、これは議論を要するところであります。まあ、あの、どちらかというと日本人は、まあ、性格が穏やかで集団的ですからね、まあ、全体のためにとか、みんなのためにという方が、性に合っていることは確かなんです。えー、いや、欧米流のですね、個人が良くなれば集団も良くなるという方が間違ってる可能性もあります。日本人と欧米人は遺伝子が違いますからね。 だから欧米が個人を大切にするから日本も個人だというのは早計すぎます。それはよく分かって議論を進めたいと思います。私はですね、ここでもう一回考えるべきだと思ってるんですね。現実に私は教育をずっと担当してきたことから言うとですね、少なくとも現代の日本人、特に若者ですね、まあ、全体に対する奉仕という考え方が強いんですよ。 だから、まあ、例えば、真なる目的、教育の目的は個人の個性の尊重だけれども、けれどもですよ、えー、方法としては集団の目標を示すというような、まあ、中間的な、まあ、状態になっているんじゃないかというふうに私は思いますね、えー。個人は社会の影響を受けるものであってですね、共に歴史の中の一人であります。 それから人間は錯錯覚覚のの動物でですす。から、錯覚の中で生きておりますもちろんこのブログでも言いましたように DNA ミームミラーニューロン大脳皮質といった影響をさまざまな方向から受けますだから欧米が個人だから日本も個人だというわけにいかないというふうに先ほど言ったわけですね特に教育のようにその人の一生を決めるようなことはですね思いつきでやってはいけないということですまあ 私の経験とか知識から来る判断もですね、必ずしも正しいわけではありませんが、私の感じでは、集団的目標の中で個人を伸ばすというのが、大体現代の日本ではまあいいとこじゃないかなというふうに思いますね。高校野球なんかでもまあそうですね。えー、まあ全体が甲子園に行くとか、勝つとかいうことを目標にすると個人が伸びていくという、こういう意味があるんですね。 特にあの、15歳から22歳までの高校生、大学生の特に男子ですね。これはね、自分のために生きるのが辛いんですよ。つまりですね、自分のためにの教育を受けるためには、まず自分ができてなければいけないんですけども、この年代の男性はですね、自分がフラフラしてるんですよ。だから、自分を見ることができないんです、直接。だから、周囲に反射してみる。これがあの、反抗的な態度を取る。 ことなんですね、男性はほとんど反抗的なんですが、まあ、女性はもちろん反抗的があるんです男性女性では本当はないんですけども反抗的気質の人子供っていうと大体男性が多いんですよね、まあ、少なくも表面にはそう出てくるんですこれはあの反抗してその反応周囲の反応を見て自分を決めていくということなんですねだから私がですね男子学生に君は何をしたいんだと聞いてもですね君がないんだから答えようがないんですね まあ、せめて、世の中のためになりたいってなことは言うんです。まあ、女子学生の場合は結構簡単なんですね。あの、目標が直近なんですよ。だから、君何になりたいんだって言ったら、就職したいとかですね。<laughs> まあ、そんなような返事が返ってきますので、割と簡単なんですね。まあ、現代の教育の歪みっていうのが、まあ、日本にはあるわけですが、まあ、国家のための教育ではなく、個人のための教育というのが正しい考え方なんですが、 それを個人がまだできてない人に強制するというところにあるんですよ。まあ、これもですね男性と女性と大きく違うんで、男女は同じという概念で取り組むんで、ますます歪んでくるんですね。男女は平等なんですよ。平等は平等ですが、特徴が違うんですよね。だって男子学生は乱暴ですし、落ち込みますし、女子学生は結構丈夫で、それからおとなしくて、ちゃんとやりますから、全然違うんですよね。だから違う人を同じにやる 教育じゃありませんよ個人個人ですから男女関係ないわけですからね個人のことを対象にしなきゃいけませんからまああのこういうことで大体の概要を示しましたがこのシリーズの第一歩として古い教育と新しい教育があるっていうことですねこの問題は昭和27年につまり戦争直後に一度十分になされてるんですがその時の文献を私が読みますとね あまりに戦争の記憶が、まあ、生々しいもんですから、ちょっと議論が偏って現在のようなものには合わないんですね。ですから、えー、現在の時代に合った教育とマスコミ論を展開したいと思います。ここで教育とマスコミと一緒にしてるのは実はですね、教育もマスコミも社会を反映した鏡なんですよ。本当にそうなんですね。 社会を反映した教育しができません。マスコミの報道も実はいろいろ批判されてますが、日本社会が混迷しているので、マスコミも混迷しているんですね。だから、教育の混迷とマスコミの混迷はですね、そのまま日本社会の混迷なんです。例えば今言ったように、国家のための教育ではなく、個人のための教育だと言いながら、まだ個人ができていない学生に強要するんですよ。お前、個人の何なんだって言ったら、 私個人ができてないんですと言いにくいんで曲がってしまうっていうことですね。こういうように論理不整合であります、えー。個人ができていなくて男女が大きく違う時代ですね。15歳から22歳。本当に大きく男女が違うんですよ。それから個人もできてないんです。その学生に対してですよ、ね、子供に対して、君は個人として男と女同じだよって言ってもですね、もう受け入れられないんですよ。 だそういう混迷がですね、なぜ生じたのか、どこに問題点があり何を解決しなきゃいけないのか、それをこのシリーズで明らかにしていきたいと思っています。